まあ、年齢的にも焦ってたの。で、そしたら友達からさ、じゃあマッチングアプリで婚活したらとか言われて、まあそういう友達も最近出てきたし、結婚した友達も出てきたし、じゃあマッチングアプリ使おうと思ったら、もうガチお見合い勢かやりもくしかいなくて、マジで疲れてる、マッチングアプリ婚活で。そこで出会ったのがマー君よ。今日初めて会ったと思えないぐらい仲良くなったし、もうただただ可愛いじゃん。どっちにも該当しないじゃん。もう最高。僕もさ、ひろみちゃんとこんなに仲良くなれてすっごく嬉しいよ。もう可愛すぎ。僕もさ、ひろみちゃんすごく可愛いなって思うよ。マー君の方が可愛いよ、うん、マー君ってさ、こういうのよくやってんの？うん、僕はさ、あんまりこういうの経験がないから、今日もすっごく心臓がドックンドックンしてたんだよ。ドックンドックン、まあそうだよね。マー君がそんなマッチングアプリとかいっぱいやるように見えないもん。だから今日ここに来るまでもさ、すっごく怖くて、このお店の前まで家から4往復もしちゃったよ。あ、そうだったの、言ってくれればよかったのに。でも結局ひろみちゃんすっごくいい子で楽しいから本当によかったよ。もうマー君マジでいい子だね。もうさ、ほんとこんな友達できたの奇跡だわ。今度さ、なんか私の友達とかにも会わせたいから、みんなで飲み会とかやろうよ。そうだね。ね。みんなで、わー、あー、かわいい。やりたいよね。ね。あー、楽しいんだけどさ、もうすぐ終電じゃん。どうする？なんか頼む？それとももうお会計する？あー、そうだね。じゃあ、そろそろお会計しよっか。うん、そうだね。この後なんだけどさ、よかったらうちでスイートポテトをこさえない？マークの家で？実家からさ、大量のさつまいもが送られてきたんだよ。それはそれは、もう腰を抜かすくらいのさつまいもが送られてきたんだよ。マークにそんな下心があるとは思えないけど、まあ、一応初めて会った男の人の家に行くっていうのはどうなのかなみたいな。でもね、あと最近山崎春のパン祭りの景品の白いお皿を集めるのにハマってるんだけどさ、それの30年前の1992年製の白いお皿が手に入ったんだよ、よかったらそれをうちに見に来るかい？うちの実家のお母さんは集めてたけど、私は集めてないし、興味ないかな。皿を見ながらスイートポテトをむさぼうかい？いや、もしくはスイートポテトを見ながら皿を回すかい？いや、面白そうだけど、あ、じゃあ今度さ、お昼になんかみんなで集まって皿回しながらスイートポテト食べようよ。ね。お昼はお昼、夜は夜だよね。え、マー君別に本当にそういうんじゃないよね。そういう？いや、なんか終電すぎて家に誘ってるって、なんかそういうことなのかなってちょっとだけ思っちゃって。大人でしょ。え、どういうこと？どういうこと？え、だからそういうんじゃないよね。どういう、そういう？え、何？カモフラージュ？かわいい感じ。結局やりもくってこと？そういうこと？じゃあ、うちにはこの後行かないってこと？うん。怖いから、なんかそういう雰囲気出てきたし。そっか。じゃあ、そうなると大変大変悪いんだけど、最近飼い始めたモモンガに餌をあげないといけないから、今日は僕はもう帰るね。じゃ、え、ちょ待って、お会計早っ。なんでちょっと高いお酒飲んでんだよ。